ありがとうございます。今日は来てもらって。ありがとうございます。自己紹介もお願いします。自己紹介、はい。はい、マナティことマナです。1994年1月16日生まれの21歳です。静岡県出身で、普段はグラビアを中心に、最近はあんまりやってないんですけど、芸能のお仕事をしています。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。ちょっと今回は、アスベストさんの怖がりの処方箋という曲の、はい、メインキャストやってもらったんですけど、はい、アスベストさんのことは知ってらっしゃいました？知ってます。アスベストさんのファーストコンタクトはどんな、はい、ファーストコンタクトなんだっけかな、なんかファーストコンタクト忘れちゃったんですけど、この間去年たまたまお会いした時に、外で会場の外で女の子たちとこうやって写真を撮ってたんですよその印象が強いですありがとうございます。ちなみにですね、アスベストさんの、はい、曲とか、はい、ライブとか、はい、そういったところは見たことはあり、あります。あ、本当ですか。あります。どうですか、アスベストさんの魅力をちょっとマナさんの方から。アスベストさんの魅力は、笑顔がすごく可愛い。すごく優しい。アスベストさんの曲とかは、曲とかは。アルバムとか持ってます？あ、アルバム持ってない。あ、持ってないですか。持ってない。じゃあぜひ後であげますので。ありがとうございます。ちなみに今回怖がりの処方箋っていう、はい、曲で、はい、キャストしてもらったんですけど、はい、この曲はどんな印象を受けましたか？この曲は、すごく頑張れる曲サクすぎて頑張れる曲だと思います。ですか、はい、じゃあまず最後になんか、はい、一言アスベストにメッセージをお願いします。はい、アスベストさんですか。はい、アスベストさん大好きです。バイバイ